お、狭山がいる。あ、あなたか。ごめん、飲んでる。お店勝手に使わせてもらっちゃった。ええ、ええやで。何その距離感、隣でいいじゃん。え、じれったいだ。どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや、言い出せないか。そう、関西に帰るのか。帰ってほしくないんじゃん。ええ、あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。まあね、大阪までは一緒に帰ってあげたいの。優しいね、さやまも。そうした方がいい。まあね、すごいいい人だしね、ママも。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。ええで、ええんやで。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。うわ、寂しそう。お役ごめんになっちゃうからか。ごめんなさい。どうしたの？お前。え？どうしたの、さやま？怖いの。え？え？これ以上事件のことを調べるのが。ああ、怖くなっちゃったんだ、この前の一件で。初めてそう思った。まあお父さん死んじゃったしな。あれだけ知りたかった私の過去、うん、どんな事実でも受け入れられると思ってた。そうだね。でも風間さんがな、殺してたと思ったらね、自分のお父さんが川田さんでみたいな。あなたの言った通りよね。めちゃくちゃになるような気持ち。やっぱり辛くなっちゃった。でも、もうやるしかないのよね。泣くの耐えてるじゃん。でもこれもキリュウにだから言えたんだろうな。え、カズマくん大丈夫だよ。え、何このアングル。カズマくん、カズマくん、カズマやればできるじゃねえか、カズマくん。カズマくん、ハッピーエンチュー大歓喜。もう死んでもいい。どんな結果であろうと俺が全てを受け止めてやる、カズマ。だから何があっても帰ってこい。お前が幸せにしてやる。さやまが立ち直れて本当によかった。